ライオンのごきげんよう。ライオンのごきげんようは、フジテレビ系列にて1991年、平成3年1月7日から2016年、平成28年3月31日まで放送されていた帯トークバラエティ番組である。1991年、平成3年1月7日から2015年、平成27年3月27日までは毎週、平日、 月曜日から金曜日までの13時13時30分 JST に放送されて2015年平成27年3月30日から2016年平成8年3月31日までは毎週平日月曜日から金曜日までの12時55分から13時25分 JST に放送されていた CM に入る時のタイトルロゴと通称はご記念用 司会の小坂井和樹を中心にゲストが順番にサイコロを振ってサイコロに書いてあるテーマに沿ったトークをしていく番組ハイビジョン制作字幕放送2004年2月よりステレオ放送解説放送が実施されていた1964年10月放送開始のライオン奥様劇場から続く同時艦隊におけるライオンの一社提供番組であり タイトルにも関しているが、当番組のヒッチハイク枠でた企業の CM が流されている。1991年1月7日に、ライオンの創立100周年を機に、会社ロゴ表記が、カタカナのライオンから、アルファベットのライオンへ、CI 導入に伴い変更されたことを機に、それまで同時間帯に放送していた、小坂石会の番組、ライオンのいただきます。ライオンのいただきます。 普通の、後継番組としてスタート。小坂井の他には、スポンサーライオンのキャラクター、ライオンちゃんの着ぐるみも、いただきますに引き続き出演していた。小坂井のアシスタント的な動きをするが、基本的には、番組本編には関わらない。番組終了後は、枠拡大後の、バイキングの12時55分頃からのコーナーや、後継番組として、新しく設けられたライオンの一社提供枠。 ライオンのグータッチに出演している。全身番組、いただきますでは、スタジオアルタからの生放送であったが、当番組では取って出し形式であった。2014年3月までは毎週水曜日に、お台場のフジテレビ本社スタジオ、1997年3月の、フテレビを、大売店前は、東京テレビセンター、浜町スタジオで、収録で1週間分の収録。 観覧方法は公式サイトに掲載が行われていた。2014年3月31日から12月末までは、毎週月曜日の13時より月曜日放送分を生放送し、以後火曜日引く金曜日の放送分を収録する方式となった。いただきます。通以来23年3ヶ月ぶりにこの枠の生放送が復活した。2015年以降は、 再び前曜日収録となっていた。収録は毎週火曜日。サイコロトークは、長らく毎回3組のゲストが出演し、3組のゲストのうち1組が3日間にわたって出演するシステムであった。ゲストは1回に1人、1組ずつ交代していき、1人、1組につき都合3回出演する。木曜。 金曜に登場したゲストは次の週に繰り越して出演する2週分の収録に参加する必要がある。基本的に1日置きにゲストが男女交互に登場する。収録は月曜日引く水曜日放送分が第1部、木曜日引く金曜日放送分が第2部の2部構成。1部と2部では観客の総入れ替えを行っている。このパターンとは異なる時期あり。 なおこの流れとは別に、トリオフェア、口述など特別企画を放送することがある。また、年1から2回、地方のホールにて、公開録画を行っていた。当初は、サイコロはなく、事前取材をもとにあらかじめ決められた3つのテーマにより、話をしてもらうコーナーと、1週間同じゲストに、出てもらう、歌のコーナーがあった。スタジオに、観客はなく、 台本で決められた進行、セリフで収録が行われていた。さらに二つ目のテーマは、ゲストの思い出の曲で、曲名を爽やかで、落ち着いた BGM と共に、ダジャレで表現、例、波場であったら、ハトが、いないいないバーをする、ハトバーと表現するオブジェ。また使われたオブジェは、視聴者からの強い要望で視聴者プレゼントとなった、それを小坂井が当てるコーナーがあった。第一回のゲストは、 八千草さると、歌のコーナーは、三河健一であった。サイコロトークが登場したのは、開始から8ヶ月後からであった。収録番組でありながら生放送のような、ハプニング性を取り入れるべく、放送作家の鶴間正幸が発案し、当時構成作家の一人であった、高平哲郎が提案した企画が、サイコロトークである。このサイコロトークを、夏休み特別企画として、 同年7月29日放送から8月2日、放送まで1週間の間に放送したところ、聴者から好評だったため、同年9月9日、放送分からレギュラー化、さらに、いただきます同様、スタジオに観客を入れる形式に戻した。サイコロトークの最初、夏休み特別企画時のゲストは、結城光、早見優、佐野良子、同年7月29日、 レギュラーかご初日ゲストは、マルシア、松尾番内、高見京子、同年9月9日、1993年4月29日、緑の日には、番組歴代最高となる、視聴率22.2%を記録した。2014年10月6日の放送会から12月末に、かけて、全番組の、いただきますから数えて30周年を迎えたことを、記念し、 お昼の一時で30年。と題して12月までの3ヶ月間は特別企画として放送。3人のゲストが1人ずつ入れ替わっていくのではなく、特定の共通性のある2から3組のゲストが登場する形式となった、ゲストが1組だったり、2日連続の場合もあった。サイコロのデメもその日のゲストに合わせた内容となった。2015年以降も日替わりゲスト制は継続、 同時に月曜日の生放送を終了され、24年間続いたゲスト入れ替え制は廃止された。2015年4月20日放送会からは番組初となるアシスタント、県リポーターとして田淵博明、富士テレビアナウンサーを起用、オープニングナレーションを務めたほか、スタジオで企画コーナーの進行を行い、小坂井を補佐した5月18日から22日の1週間だけ、 ハワイに行ったため、先輩アナウンサーの牧原俊之がアシスタント務めた。2000年から10月の第2月曜日、体育の日の出雲駅伝中継の際は放送休止となる。また、大事件、大事故、地震などの災害や関心ごとが高い会見が発生した際には、FNN 報道特別番組が編成さ放送休止となる。その場合、 翌日以降の通常時間帯での放送に支障を来たさないように翌日未明、当日深夜に振り替え放送している。1991年1月から1994年3月までは、FNN ニュースコムプロ野球ニュースの後ステブレ、接続。1994年4月から2003年3月までは、ニュースジャパンの後ステブレ接続。 2003年4月から2014年3月まではニュースジャパン感動ファクトリースポルトの後ステブレ接続2014年4月から2015年3月までは月曜木曜放送分のみ第8地区エリア1とエリア2のつなぎ番組扱い金曜放送分はニュースジャパンスポルトの後ステブレ接続だったが2015年4月最終回までは明日のニュース アンドスポルトの後ステブレ接続。ただし、2011年3月14日から18日は11日の放送後に発生した東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に関する FNN スピーク大盤を放送したため休止となり、栃木からの公開収録の会は、森田和義ア笑っていいとも、の。 テレフォンショッキングのつながりの関係で一時遅らい時となったが、6月27日から7月1日にかけて放送された。放送時間は開始から一貫して13時13時30分であったが、2015年3月30日より、富士テレビが午後の新ワイドショー直撃ライブグッディを立ち上げ、開始時刻を13時55分とするため、バイキングを 同年3月27日までより5分総終了と、詩、本、番組及び、東海テレビ制作昼の帯ドラマの放送時間が、それぞれ5分繰り上げられる。これにより、1964年10月開始の、ライオン奥様劇場以来続いた、富士テレビ昼のライオン提供体番組は、50年半で、初めてフライングスタートとなった。1995年に、放送1回、 1999年8月25日に放送2000回、2003年8月4日に放送3000回、2007年7月2日に放送4000回、2011年6月17日に放送5000回、2013年8月20日に5555 55回、2015年5月22日に6000回を達成した。2011年1月に 放送20周年、2014年10月で、ライオンのいただきます放送開始から13時開始の番組を司会の小坂井和樹が担当してから通算で30周年を迎えた。当番組自体は放送開始から25周年を迎えた。2013年8月20日の放送で5555 55回を迎え、その日の放送では番組史上初めて外国人ゲスト、 トミー・リー・ジョーンズ、マシュー・フォックス、横綱、白鵬に出張サイコロを行った。2015年10月28日付、スポーツ日本にて、フジテレビが2016年4月度の改編で、平日昼の時間枠の大改編を進める計画があり、13時代に放送されてきた本番組と、東海テレビ制作昼の帯ドラマを了させることが決まったと報じられた。 同年11月17日に、フジテレビ側が本番組の終了、および2016年4月から小坂井出演番組を別枠で放送を開始することを正式発表した。本番組及び昼の帯ドラマの後枠として、2016年4月4日より、バイキングを11時55分から13時45分に50分を拡大、及び直撃ライブグッディ、 お番組全体で13時45分からの10分前、拡大。第1部は10繰り上げ5分拡大。第2部は5分前拡大で放送している。これにより、本番組は303ヶ月の歴史に終止符を打ち、同時に連続ドラマ枠、ライオン奥様劇場から51年半にわたる、平日お昼のライオン一社提供番組としては、終止符を打った。 本番組終了後はそれに伴い拡大されたバイキングの13時またぎのコーナーをライオン提供枠で継続しているほかライオン一社提供番組はライオンのグータッチ土曜9時55分10時25分2016年4月2日放送開始に移行されているまた富士テレビでの小坂井出演番組自体はカタラフ僕たちのスター土曜17時17時30分 2016年4月9日開始。ただしローカルセールス枠が放送開始されている。最終回前日となった2016年3月30日、水曜日の通常放送の最後のゲストは、小坂井と信仰が深く、番組にも、いただきます時代から関連の深いアカシュやさんま、関根勤務、中山秀幸が出演した。なお、同日夜には、スペシャル番組、 ライオンのご機嫌用ゴールデン。大物だらけのサイコロ SP が放送された。詳細はこちらを参照。翌日の3月31日、木曜日の放送をもって、番組は最終回を迎えた。当日は生放送で台本がなく、ゲストも一切出演せず、司会の小坂井一人だけでトークを行う、一人舞台として放送された。エンディングでは、会場に来てくれている皆さん、 スタッフの皆さんに支えられてやってきました。2万人近くの人にお会いして、毎回毎回、楽しい思いをさせていただきましたと述べ、最初はドッキリと思って始まった、この番組が31年も続きました。今日でその長いドッキリが終わりますと、感慨深く挨拶し、約31年半の番組を締めくくった。ライオンのいただきます時代から31年半の、 総放送回数は7,847回。出演者数は延べ1万9,000人以上に及んだ番組内では大勢と紹介していた。この回の平均視聴率は3.3%。ビデオリサーチ、関東地区、世帯、いか略であった。終了直後の4月19日に長年の裏番組である NHK 総合のスタジオパークからこんにちはに出演。 司会者に突っ込まれたり、サイコロの BGM が流れるなど話題になった。また9月5日には、それ以上に長寿であり、2014年3月まで、裏番組だったテレビ朝日、徹子の部屋に出演した。2016年に、テレビ、東京ドラマ、勇者吉彦と導かれし7人の第10話で、天空上の第一の扉で、ご機嫌用が使われた。2019年、 スポンサーであったライオンが本番組をモチーフにしたウェブ公開用の商品 PR 動画を YouTube で公開した。小坂井とライオンちゃんのほかバリィさんなど全国のゆるキャラが出演している。初期はサイコロトークのみでオープニングはゲストが登場した後はゲストと小坂井が軽くフリートークした後に CM 入りとなっていた。しかし、 あとに5から10分程度のオープニングコーナーが設けられた。内容は曜日ごとに異なるが、主にゲストの趣味、好み、特技などを問うものが多かった。2014年10月から30周年企画開始に伴い廃止。最も上手に座っているゲストがサイコロを振り、サイコロの出た目に書いてあるテーマに沿ったトークをしていく。使用されたサイコロは、 全体的に丸みを帯びていて転がりやすくなっている。初期は角だけが丸く、目が平面のサイコロであった。小堺は過去に何度もサイコロは何台も入れ替わっているネタにしている。ゲストの両手に抱え込まれたサイコロは観客席の前にある空間に放り投げるようにして振られるが、ごく稀にサイコロが壁について止まり、出目を判断しづらい場合は、二つのトークテーマを 合体させた話をしてもらう1997年から今日の当たり目が新設された。この目が出た場合、目を出したゲストと視聴者5名に、第ン製品のプレゼントが贈られ、また後に、スタジオ観覧者1名にもプレゼントが贈呈されるになった。原則一つだけだが、二つ以上の場合もある。 目を出したゲストとスタジオの観客には主にライオンの新製品を数本ラッピングしたもの、視聴者にはライオン製品のギフトセットが送られた。当たり目のトークテーマは表示板に隠されており、通常のトークと異なり、小道具を使うものが多い。月曜日と木曜日はサイコロトーク前に当たり目についての説明が小坂井から行われた。小坂が出たサイコロの目を読み上げる際に、その略称、 例、情けない話、ナサバのあるいはデメにちなんだギャグ。例、信じられない話、ビートたけしのモノマネをしながら、アンビリーブル。奇跡体験。アンビリバボーとかけているを披露したり、番組後期ではデメにはほとんど関係ないが、その前のトークで話題となったキーワードを発言し、それを観客が復唱するのが番組の特徴であった。 ちなみに一回の放送で同じ目が二回出たときは、ギャグの後に、パート2、三回出たときは、パート3、時間の都合上、四回連続で出たときは、パート4と客のみが昭和していた。ゲストが振った後のサイコロは小堺が、所定の位置に移動させた。サイコロトーク開始当初は、席の後ろに置いていたが、1996年以降は、観客席に見えるように偶然に、 データ目を正面にしてておいていた。また、サイコロトークの前に、スタッフが用意したおやつが、ゲストに供された。季節により、放送日にちなんだ飲食物を提供することがあり、その際は小坂が説明を行った。過去には、純一文也太氏の、おやつボーイズ、は、要、中の料理人の卵である、メシアガレンジャーという男性3人組が調理を担当。 出演していた時期もある。番組末期には、おやつはなくなったが、お茶が用意されていた。一つの話が終わると、スタッフの判断で席替えを流すチャイムが流れた。チャイムの音は1996年4月、2002年4月の2回、変更された。ただしあまり強制力はなく、チャイムが鳴った後も話が盛り上がった時、延々と話が続けられ、再度チャイムを鳴らされることも、あった。 席替えでは、上手に座っているゲストは下手に移動し、その他二組は上手に移動した。2014年10月以降、ゲスト二組制となったため席替え制度はなくなった。ごくまにゲストが三人の時に席替えを行う場合もあった。また、サイコロトーク自体も短くなり、後半はサイコロなしで企画に基づいたトークを行うようになった。 サイコロを振るときにかかる BGM は、薬師丸博子のシングルレコード、新種導名の B 面として収録されていた楽曲、ハードデイズラグのアウトロ部分であった。なお、初出の1991年夏休み特別企画時では、西尾悦子のドンマイライ少年、ドンマイレイ,レイボーイのアレンジバージョンが用いられ、同年9月から2002年3月までは、赤外時に使用された。 番組終了までのサイコロ投げ数は19,459回であった。その目が出た場合の小堺のギャグリアクションも一部記載している。サイコロトーク初期には当たり目の代わりにハガキ、後にポストカードと解明という出目があり、視聴者のハガキを引いて視聴者の聞きたいトークテーマで話すというシステムがあった。また、 そこで出された芸能界の友達の話が後に定番デメとなった。当たり目の面には当たり目制度開始当初から長らく頼の目と同じように今日の当たり目と書かれていたが2005年頃から金色のギザギザ吹き出しで赤文字で書かれた等を囲ったデザインとなった。なお当たり目のデメによっては与えられた出題にゲストが最後まで答えられると ライオン製品がもう一品もらえる場合もある。サイコロをモチーフとしたロボット人形。2004年1月12日放送で初登場。体と顔が四角く、体にはコロソという文字が書かれており、目は渦を巻いていて、口は大きい。通常のデメではなく、今日の当たり目の専用コーナーで登場したほか、2014年夏以降の毎週木曜日に限りオープニングでも、 登場するようになり、その日のゲストを紹介した。初回のコロゾの当たり目を出したゲストは、ナミエツコ。声は高く、じじいじわるな喋り方をする。コロゾクエスチョンで小堺とトークするゲストの間の、後ろのセットから、専用 BGM と共に出てて、他のゲストや観客から面と向かって、聞きにくい質問を、担当直入に、質問相手であるゲストにぶつける。また、 2007年3月14日放送より、コロゾ人生相談というコーナーが始まり、コロゾがゲストの悩み事を一言で解決する。そのデザインや語り口から、同じサイコロをモチーフとし、サクサク、TV 系制作に登場していた、マスダチ郎ロとの類似性が指摘されており、当時同番組でパーソナリティを務めていた、木村からは、同番組を卒業する際、番組内で、 キー局でやっている、似たようなキャラが出ている番組に出ないで欲しいと、白井ヴィンセントから言及される場面もあった。最終回では、司会の小坂が、事前収録によるボイスオーバーで、コロゾの声を担当していたことが、明らかになった。トークの途中で、ゲストをよく知る人物から得た、耳寄りな情報が記載されたカードを、小坂が読み上げる。 1993年から2005年までは、年間で最も面白かったトークを選出する、ご機嫌用大賞が年末に放送されていた、1994年から2002年までは、上下半期ごとに大賞が選出されていたため、7月末にも放送された。年間、下半期ご機嫌用大賞は1998年から2004年は12時14時、2000年のみ、笑っていいとも、 通常放送したため13時15時の放送の特番としてそうされたが2003年2004年はランキングごとに受賞者が登場しプレゼンター2003年は磯野麒子2004年は柳沢慎吾からトロフィーを渡すスタイルに通常のサイコロトークなどを展開し2005年は12月26日から12月28日のレギュラー枠で これまでの受賞者が登場するスタイルから桂三子、現、六代目、桂文ラ横峯吉郎、前田南里の三人を審査員に迎え、月間大賞を選びその中から、ま大賞を決めるスタイルに変更された。そのため、この年の十二月二十九日、十二時十四時は、特別編として、通常のサイコロトークがなく、テーマごとにトークするスタイルを取った。なお、 1997年以前は通常の30分枠で5日間にわたり放送されていた。この形態は2006年以後も継続されたが、年末スペシャルは2007年以降行われなかった。2013年は8月5日の放送部により、夏休み1週間同士、企画としてオープニングコーナーを5日連続で放送する形をとっていた。 2014年は金曜日のみ最強の二人と題し、1日限定で二人のゲストを招いてトークを行った。このため木曜に出演したゲストは月曜に再出演していた。この二組ゲスト制は同年10月以降レギュラーのスタイルとなった。番組終了に合わせ、通常放送最終回の前日にあたる2016年3月30日。 水曜日の19時20時54分、ゴールデンタイムプライムタイム枠に2時間のスペシャル番組、ライオンのご機嫌用ゴールデン。大物だらけのサイコロ SP が放送された。道徳版はライオンが単独協賛の上、複数社が提供スポンサーを務めた。なお、ゴールデンタイムプライムタイムでの放送は、これが最初で最後となった。この番組は以下の6つのコーナーで構成された。 また今回の特番仕様のスタジオパートでは、小坂井のほか、ゲストとして、勝又国和、磯野麒子、清水道子、優が出演し、各コーナーの VTR を観覧しながら、トークを展開した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。